中でやっぱり見ていただきたいのは、当時の宝塚ファミリーランド映ります。そして、当時の、阪急梅田から御堂筋ですね、新歌舞伎座までの間が映りますので、この阪急百貨店が映った時の周りをご覧いただくと面白いかなと思います。で、新歌舞伎座も、その当時はまだ皿だったので綺麗というところを見てください。であと、六甲山ホテル後半出てきます。この辺も非常に面白いなと思ってますんで、その辺を見ていただけたら ありがたいなと思ってます。本当にこれ DVD になってないので今日貴重な作品で、青森くんも、何本かシリーズありまして、この西行くが青森くんシリーズの最終の作品になってます。それを宝塚映画で作ったという、記念すべき作品でして、今日はサザエさんもありましたけども、サザエさんの方もシリーズ10本あって、シリーズ最終作は宝塚映画で終わったという、やはりその時代あの宝塚映画っていうのが、スポット浴びてたのかなっていう感じで、一つの説で、宝塚映画の東にあるのが東宝塚だったのが今東宝になってるという、そういう説もあって、まあ、新東宝とかいろいろあるんですけども、我々はいろんなところを見ていますと、そういう形で東の宝塚映像が宝塚あの東宝になったとかっていうのがありますね、はい、それで非常に宝塚っていうところは、貴重な地域だと思ってます、はい、まあこれまた機会があればですね、皆さんに宣伝していただいて、どっかでね上映ができたらいいなと思ってます。出だしからいきなりあの宝塚映像の中で撮ったなんて分かるぐらいの、歌から始まりまして、非常に、ミュージカルと、ね、坂本九さんの、コメディの部分と、ミックスされてまして、少し、まあ、謎解きみたいなのもありますけども、非常に爽やかになってます。今日のプログラムを組む時に、朝一番カルメンは故郷へ帰って、最後に青森くんは西へ行くっていう感じで、プログラムを考えたんですけども、どんな感じでしょうかね。そういう形でしたいと思います。シネマ上映今日で終わりますけども、映画祭としましては明日映像コンクール、10時から6時ですけども、ございます。明後日特別フォーラムということで、小林一三さんの甥田辺氏をお迎えしましてトークショーをやりますし、映画の方もこれ大当たりたぬき御殿ということで、宝塚いただきたいと思います。では最後までごゆっくりご覧ください。ありがとうございます。